バカよ。余計なことしなきゃよかったのに。もっと自分のことだけを考えて動いてくれたらよかったのに。余計なことするから、あなた、おせっかいすぎるのよ、つくもは。私、私、あそこで死ぬはずだった。いいえ、死ぬべきだった。私を助けたせいで、つくも様は。あの、私、私、生きていてもいいんですか？ありがとうございます。お熱いことでよかったわね。
あれだけ大きな声なんだもの、聞きたくなくても聞こえるわ。綺麗事ばかり言って、後で後悔するのはあなたなのよ。それで？そんなに死にたいの？なら簡単にそんなこと言わないで。さっきは、ごめん、ひどいこと言った。最低だね。痛いよ、当然じゃない。いいよ、分かってるから。少し歩かない？本部からの。通達がさっき届いたわ。あなたの処分について。そうでもないわ。構わないわ。あなたにも関係のあることだから。8本の首を持ち、その大きさは一つの山をしのぐと呼ばれた伝説の化け物よ。多分自然現象が具象化してそう言い伝えられただけなんでしょうけど。その化け物はずっと泉近辺の村を襲っていた。でも今から2週間後にそいつらは退治されるの。
将軍左脳の手によって。ええ、そうね。でももしその行為が達成されなければ、その化け物は近くの村3つを襲い、そこに住まう人すべてが死に絶えることになる。もちろん後には何も残らないわ。その数およそ800人。この泉の約3分の1の人口よ。歴史が変わるなんてものじゃないわ。最悪未来は全て崩壊する。歴史ってね、ものすごく繊細なの。いくつもの出来事、たくさんの人生が複雑に絡み合って流れが成立している。だから無理にその流れを変えてしまったり、どこかでそのつながりを断ち切ってしまうと、後の歴史が消滅する。違うパラレルワールドとして別の時間世界が成立する場合もあるけど、それは極めて稀な事象よ。今時空警察はこの世界の時空間の流れを凍結している。今言ったダミーのパラレルワールドを作り出しているのね。だから未来の崩壊はかろうじて食い止められているけど、タイムリミットは私たちの時間であと1ヶ月。それまでに元に戻さないと。バカなこと言わないで。さっきからそればっかり。そんなに私人を殺したがってるように見えるの？誤解されても仕方ないけど、私はたくさんの人を救いたい。それだけなの。だからできれば逮捕とかそれ以上のことはしたくない。その人のために最善のことをしたいだけ。だからたとえその人に覚えておいてほしくても、もっと時間を共有したくても、その人にとってそれがいいのなら記憶を。あなたのことだって罪を重くしたくないから。
騙して本当にごめん。それは？いいえ。ヤマタノオロチを倒すの、あなたが。勝てる勝てないは関係ないわ。とにかく倒さなきゃいけないの。歴史を元に戻すためにはね。情けない声あげないでよ。私だってどうしたらいいのか分かんないんだから。またあの子なの？なんか私がいない間に随分信頼してるんだ。私って邪魔？ただ？
ご相談があるそうなのでお呼び立てに上がりました。どうかされましたか？結構よ。いや、聞きたくもない。絶対この子変よ、狂ってる。ひどいです。だってそうでしょうが。雲、まああれだけの雲を集めて出しただけでも寒気がするわ。あなたみたいな人類の敵、私が。邪魔と思って、ほら、私が。ああ、私のリマインダー。あ、黙って持って行ってごめんなさい。そんなもの
しまいに怒るわよ。つくも様、それではお話続けてください。女王陛下にお願いがございます。率直に申し上げまして、私どもの村は今危機に瀕しております。どうか陛下のご慈悲を賜りたく、食料の援助を。その内容はすでに書面にて読ませていただきました。ですが状況が今一つ把握できかねます。どうして今年に限り備蓄している食料が不足するということが起こり得るのです。聞けば大和の村はここ数年豊作続きだったはず。年貢もそなたらの一帯だけ特に優遇しているはずでしょうが。恐れながら陛下のご懸念至極もっともでございます。ですが私たちとて決して陛下のご好意を無下にすることなど一切行っておりませんし、また考えてもおりません。ではどういうことなのです。ヤマタノオロチが再び活動を始めたとの報がありました。おかしいではありませんか。ヤマタノオロチの活動は確か4年の周期だったはず。昨年はその年でしたから、次のみそぎまではまだ3年ではなかったのですか。私どももそう考えました。ですが山に出た者の何名もその姿を実際に見かけ、そのうち食い殺される者も出てきたのです。なんと、このままでは近いうちに再びみそぎの儀式が必要となりましょう。ですがヤマタノオロチに捧げる供物は4年ごとの積み立てで賄っていたため、現在の貯蔵物ではとても足りませぬ。それにまだ稲の収穫には日を要し、とても。そうですか。わかりました。